立ち筋が甘いね、泥の字よ。泥泥の字、ひょっとして俺のことか。あ、驚きの泥ね。まるで剣を覚えたてのコアッパみたいな立ち筋さ。なもんじゃ、この歪みの懐には届かねえ。どういうことですか。やっぱなんかこの人手強いな、強敵だな。いいかい、置物に指紋が残ってねえのは当然なのさ。現場にあった血のついた風呂敷、知ってるだろ。この血はよ、市長のものだったようだぜ。天馬さん、あ、そうなんだ。くるまれたってこと？置物が。はあ、それが何か。なぜこれに血痕がついていたのか、それを考えてみりゃいい。そうすりゃおめえさんの言う矛盾が幻だったとわかるさ。ひょっとしてその風呂敷、置物を包んでた？いやでもさ、そうだとしても、その置物に、狂気の置物を包んでいたのでしょうか。つまり、この風呂敷に包まれた置物で、市長は殴られたってことですかね。いや、合ってるでしょ？違う？正解だ。やるじゃねえか。でもさ、でもなんかこの風呂敷自体は、なんか椅子の下敷きにされてたような気がするんですけどね。それほどでも。驚き先輩、照れてる場合じゃないですよ。それじゃ証言の矛盾がなくなっちゃいます。指紋がついてなかったっていうことか。え、その風呂敷自体に指紋がついてないの？あ、まあ、残んねえよな。風呂敷。そう、風呂敷で包まれていたなら、村長の指紋がつかなくて当然よ。襲われた村長が市長に反撃した何も矛盾はありゃしね。風呂敷なんであんなところにあったのさ。市長を殴った凶器、風呂敷に包まれていた、なるほど。情報が更新されましたかね。もう一回見てみるか。そうだね。包んだ状態で殴った感じか。置物には被告人、天馬デーモンの血痕が付着している。風呂敷に包まれていたようであり、風呂敷にも被告人の、血痕が付着して、なお風呂敷から指紋を検出することが、やっぱ風呂敷からも指紋検出されてないじゃん。風呂敷からも検出されてないってのはおかしくないですか。分かったかい、自分の刀が生倉だったとはな。え、いやでもこれは よく研いでおきます。あなたを刺し殺すためにね、小山手の囚人もいてたぜ。獲物を切り刻むときは、よーく刃物を研げってな。それは殺人鬼の囚人の話でしょうか。なんとも恐ろしい。いや、元板前の囚人さ。あ、なるほど。紛らわしい。魚をロスときの話かよ。ふむ、なるほど。やはり第三者などいなかったようですな。いや、まだはっきりはしないんじゃないですか、それは。せっかく見つけた矛盾がなくなっちまったぞ。あの先輩、私一つだけ気づいちゃったんですけど。どうした？置物に誰の指紋も残ってないなら、村長以外の人が市長を殴った可能性もありませんか？まあそうだよね。まあ、それはあると思いますけど。あ、そうか。その場合も指紋は残らないのか。へえ、なら、お嬢ちゃんに聞くわよ。おめえさんは誰が市長を殴ったって言いてえんだい。そうだなあ。まあ、あいつだよな。そう、もう、なんか今、一瞬悩んだけど、もう犯人は分かってんだよ、あいつだって。それはもちろん真犯人ということになります。なんか、なんだっけ、美容院周一だっけ。なんかどうにか、その、関連付けれればいいんだけど、まだ関連付けが浅い気がする。だったら真犯人がいたという証拠、おめえさんに出せるのかい。もちろんですよ。え、出せんの？木月さん大丈夫なの？その根拠のない自信、はったりってやつじゃないの、それ。大丈夫ですよ。これを見てください。現場には妖怪の黒い羽と
足跡が残されていたんです。まさか。まさか、この現場には、あ、でもそうだね。ゆめみさんもさ、天馬太郎見たって言ってるし、天馬太郎がここにいた可能性があるわけですよ。これ、市長を殴った第三者が残したんじゃないでしょうか？まさか、弁護人は妖怪が犯人だと主張するつもりですか？まあね、どっちも、まあ、銀次村長は、槍で刺され、天馬市長は、頭をね、鈍器で殴られてるわけじゃないですか。で、その後に、こういう、その黒い羽とか、あの足跡とか、誰が残したのかっていう話ですよ。もちろんです。いやいやいや、それはまずいよ、木月さん。はっ妖怪が、妖怪がね、やったみたいな感じの、すいません、つい。弁護人、自分の相棒に異議を唱えないように。すみません。この子まだ子供なもので、18の。ひどいです。それで結局その痕跡を残したのは、妖怪なのですか？あ、ちょっと妖怪の話これからしましょうか、じゃあ。天馬太郎という妖怪がいまして、妖魔の類が。この妖怪の痕跡は偽装工作だと思います。事件を妖怪の仕業に見せかけようとした犯人の、こう面白い。では一体何のためにそのようなものを？そうですね。わかんないんだよな、それがまだ。何のためでしょうね。あなたも人のことを子供扱いできないようですな。なんでなんだろうね、でも確かに。何か多分隠すためぐらいじゃないとやる意味ないもんな。おいおっさん、やんちゃな小僧の代わりに説明してやりな。誰がなぜあの痕跡を残したのか、あ、説明できるんですか？説明できるのか、わかるのか、判明したのか、いろいろ。はっはっは、我々の捜査は完璧なのだ。失敗だったか。いや、どうかな。新たな事実がわかるっていうのは、ありがたいことだから。妖怪の痕跡の正体について、お願いします、証言。この事件、すべては合併反対運動を鎮圧するための犯行だったのだ。グレート・キュービの活躍で反対運動が活発化し、市長は焦っていた。故に村人の恐怖を煽るため、あの痕跡を残したのである。天馬太郎が復活しちゃったよと。そんなことする意味なくないか？どうなんだろう。だから村長の殺害も結果として妖怪の仕業に見えたのだ。天馬太郎がグレートキュービを、いや、それはまだ判明してないことだから、そうだとしても妖怪の仕業に見せるメリットがよくわかんないんだよな。妖怪の痕跡は村人の恐怖を煽るものだったと。その通り、心身深い村人の心を利用したのである。天馬太郎復活しちゃったから合併運動進めた方がいいっていう感じで、そんな感じでもないよね。まあ、天馬太郎が復活というより、いやー、どうだろうな。開かずの間の天馬太郎が復活しちまったとな。開かずの間の天馬太郎ですか。あの村に封印されていたっていう伝説の妖怪のことさ。キュービ村の連中はガキの頃から天馬太郎を恐れて育つ。そんな奴らがあんな現場を見たら真っ先に妖怪を疑うだろ。あ、これ天馬太郎復活しちゃったなと。ちょっと待ってください。開かずの間の妖怪なんかより真っ先に疑うべき人物がいるんじゃないですか。驚きくん、どういうことですか。天馬太郎自身。事件当日あの屋敷ではイベントがあったんです。そうだね、天馬太郎自身なんだけど、俺これさ、天馬師匠がやってるもんだと思ってたんだけど、違うんだね。だって実際夢見さんは天馬太郎がさ、廊下からバーって走ってロビーに向かうの見てるから、まあ、つまり天馬さんがそこの天馬太郎
じゃないってことだからね、あの天馬市長がね。誰がやってたんだろう。真っ先に疑うなら妖怪よりも着ぐるみの人物でしょ。アホが、そう思い込ませることがまさに犯人の狙いなのさ。え？いいか？あんな羽や足跡が残ってりゃ、村人は天馬太郎の仕業だと思い込む。一方で警察は着ぐるみの人物の仕業だと思い込むだろ？ああ、そう思わせて、自分が犯人だと思われないように天馬市長が仕組んでたって？被告人は妖怪と着ぐるみ野郎に罪をなすりつける腹積もりだった。ところがどっこい村長に殴られ気絶しちまった。間抜けな市長様だね。逃げ去るつもりが現場でご用さ。いや、夢見さんが見てるんですよ、実は。逃げる天馬太郎。あの真面目な市長がそんなバカな真似するわけないでしょ。いや、これだけじゃ根拠は薄いよ。被告人にはのっぴきならない事情があったのさ、おっさん。うむ、天馬市長は反対運動が激化し、焦っていたのだ。人気の覆面レスラー、グレートキュービーの活躍で、妖怪ブームとキュービー村合併反対運動が起こっていたのだからね。焦りに焦った市長は、実に愚かな手段に出てしまったのだ。それにしても、キュービー村の人は妖怪の犯行を信じるのでしょうか。あ、でも信じてたな、実際。その、何？天馬太郎のことに関してはみんな信じてるから、妖怪の目撃談が日常茶飯事の村、信じても不思議ではない。ふむ、なんとも無垢な心を利用した犯行ですな。そうさ、口の達者な囚人も言ってたぜ。無垢な心はつけ込みやすいってな。つけ込むのはあなたの先輩特許なんじゃないのか。法を詐欺しかないかでしょうか。いいや、恋人に殺しの濡れ衣を着せられた哀れな囚人さ。ああ、なんか大変な人ですね。あれかな、恋愛の、なんつうの、もつれ、無垢な心につけ込まれた方か。ふむ、なるほど。それでは弁護人、尋問お願いします。どうなんだろうなぁ。この事件すべては合併反対運動を鎮圧するための犯行だったのか。あの合併反対運動ってそんなに活発だったんですか。うむ、打倒天馬市長をスローガンに妖怪の格好で行進する。天馬市市役所、悪の巣窟に攻め込まんばかりにな。ああ、そんなことまでやってたんだ。なんか仮装パーティーみたいな。だが、被告人が表にあの面出した途端、ビビって蜘蛛の子散らしたように逃げていったらしいな。弱え。雑魚の妖怪じゃ、総大将の天馬太郎にはかなわねえのさ。師匠よっぽど怖がられてたんですね。本人はね、気にしてましたけど、その、自分のこの悪人面に。いろいろ誤解されやすい人なんだよ。不器用なんだね。バン刑事。なぜ被告人はあのような犯行に及んだのでしょう。グレートキュービーの活躍で反対運動が活発化し、市長は焦っていた。そのグレートキュービーもね、なんか亡くなったみたいですけど、グレートキュービー、正体不明のプロレスラーだったんですよね。うむ。どのプロレス団体にも所属せず、正体もわからぬ男。流星のごとく現れ、天馬市プロレスのレスラーを次々に倒していき、あっという間にチャンピオンに輝いたすごいやつだ。本当にすごいんだな。現代の道場破りってやつさ。看板取られた天馬市プロレスは面目丸つぶれよ。うお、まさに正義のヒーロー。自分もいつか彼のようになりたいぞ。バンケージ、プロレスラーになればいいんじゃないですかね。覆面でね。なんか、ゆがみけんちとコンビで、まあ、どっちもなんか、バラエティに飛んでるからいいんじゃない。現役刑事のレスラーと、手錠をつけた囚人レスラーのコンビ、ああ、ありじゃないですかね。結構人気出るんじゃないそれ。はっはっは、わかったかね、グレートキュービーの凄さが。故に、村人の恐怖を煽るため、あの痕跡を残したのである。
はあ、村人の恐怖を煽るためか。実際事件の後、村人は怖がってるんですか？まさに効果てきめん。復活した天馬太郎を恐れて、恐怖に震え上がっている。なんとそこまででしたか。それを天馬氏がこう救うみたいな、こういう構図にしたかったってこと？決心心深い村人にとっちゃ、凶悪犯が脱獄したようなもんさ。そんな奴が村に潜んでいたら、出て行きたくなるだろう？そしたらもう乗っ取るのも簡単みたいな。合併するのも簡単みたいな感じか？うん、なんだかとっても説得力がありますな。囚人に言われると。俺も法廷から、逃げ出したい気分だしな。切られそうだし。わかったかね？あの妖怪の痕跡の正体が。だから村長の殺害も結果として妖怪の仕業に見えたのだ。ああ、そうですか。村長の殺害も結果として妖怪の仕業に見えた。おかしいですね。殺害する必要はあったんでしょうか？どういうことかね。村人の恐怖を煽るために妖怪の痕跡を残したんですよね。だったら村長を殺さずに立ち去ればいいじゃないですか。リスクをね、そこまで犯して。言われてみれば確かにそうですな。そうです。いくらなんでも殺したりしませんよ。あ、ちょっとグレートキュービーの話はしないでね。殺しは事故だったんだろうよ。事故。計画殺人じゃなかったと。もともとはおめえさんの言うように、助かるつもりだった。睡眠薬飲ませて、だが市長は、驚くべき真実に気づいちまったのさ。驚くべき真実？なんだか嫌な予感が。村長の正体、あのとんでもねえ裏の顔にな。ああ、あなたも知ってるんですね。まさか、三上源氏、村長の正体に気づいているのでしょうか。あれ、でもなんでそれが、市長が村長を殺す動機に？あら、なっちゃうよね。グレートキュービアだって、合併に反対してるわけだからさ。まずいよね、これはまずい。現場にはこの、毛束が落ちてやがった。こいつは、グレートキュービのマスクのものだったのさ。つまり、現場にはこのマスクが落ちてたってことだ。待て、なぜマスクが現場に落ちていたのでしょうか。まあ、それを持ってるのはグレートキュービのはずだから。いいか。被害者は元レスラーで、合併反対派だったんだ。あとは言わなくてもわかるよな。まあ、似たようなキャラクターがいますよね、と。はて。グレートキュービー。ああ！まさか。へえ、気がついたようだな、そう。被害者のキュービー銀次こそ、グレートキュービーの正体。その真実に気づいたことが、殺しの動機になったのさ。言っちゃった。うお。いやー、そう思われちゃうよね、そしたら。静粛に。なんということでしょう。これは決定的すぎる動機です。そう思われると思うんですけども、先輩、まずいですよ。まさか村長の正体を犯行の動機に結びつけるなんて。ついでだ。なぜ村長が正体を隠さなければならなかったのか。気になるだろ？それなぜですか？確かに。気になりますな。わざわざ覆面レスラーになり、正体を隠してまで合併反対運動をしていたわけですからな。おっさん。おうよ、これを見たまえ。最愛の者の命が欲しければ、キュービー村を天馬市に合併せよ。脅迫のことは誰にも話すな。話した場合は愛する者の、え？待って、これさ、これは天馬デーモンさんに送られたあの脅迫状じゃない？内容的に考えても。なんだって？
村長には要は入院してるかみさんがいるんだ。あじゃあ銀次さんの方にもこれが送られてたのか。同じやつが天馬市長はかみさんの命をネタに脅迫してやがったってわけさ。そういえば市長が持っていた脅迫状は事件の時盗まれてしまったんでしたっけ。あ絶対これじゃあやっぱそうだ、これ天馬さんのやつだ。つまり犯人は村長を殺した後市長から脅迫状を盗んで村長の懐に忍ばせた。あ待って、懐に忍ばせた。こんなゲートをできるのはあの人なんじゃないんですか、あのなんだっけ、熊兵衛さん。でも忍ばせたって証拠ありませんよ。しまってやられたな。え指紋とか調べればいいんじゃないの。指紋調べようよ。そうすれば現場に妖怪の痕跡を残したあと刺さっていればよかったものをグレートキューピーを殺そうなると思うから反撃を受けたのだ。グレートキュービーの反撃のおかげで事件が発覚したようなものですな。ん？現場に妖怪の痕跡を残した後に村長殺害？あ、でもなんかそう考えたらさ、冷静に考えたらさ、ちょっとおかしいよね。妖怪の痕跡を残した後に殺害ってなると、ちょっと待って。そしてその後に市長はすぐ気絶したんだよな。バン刑事の先ほどの発言、証言に加えてください。現場に、妖怪の痕跡を残した後、市長は眠る村長殺害。だから要するに、その、まあ、この羽とか、その足跡とか、そういうのをまず残して、その後に、村長刺したんだよね。でもそしたらさ、この、天馬太郎だと思われてるその足跡あるじゃないですか。あの足跡ってさ、血を踏んだからああいう足跡になってるわけですよね。ってことは血が必要だよね。だから多分村長を殺害してからじゃないとあの足跡は残せないんじゃないかな。ってことでどうすか。バン刑事、あなたの正義は完全に矛盾しています。なんだと？またもや自分の正義に異を唱えるか。今からそれを証明してみせましょう。この証拠品を見てください。これは現場写真ですな。これの何が問題なのでしょう。ポイントは妖怪の痕跡がいつできたのかです。事件前だと言っているだろうが。被告人は痕跡を残した後に村長を殺害し、反撃されたのだ。ありえないんですよね、それは。ここを見れば妖怪の痕跡がいつできたのかは明らかです。多分この足跡だと思うんだけど、違うかね。それは妖怪の痕跡ですな。この羽は血痕の上にあり、足跡も血痕でできています。つまり事件後のはずなんですよ。あ、もう羽自体もそうか。ならば、市長が村長を殺害した後に残したんだろう。それはありえません。市長は殴られて気絶していたんです。のんきに妖怪の痕跡を残してる暇なんてないって、あなたもね、さっきまで言ってたでしょ。
やはり被告人以外の第三者が現場に存在したのです。この妖怪の痕跡を残したやつが少なくともいる。誰が残したかって話ですよ。何かの間違いだ。これあれだね、ちなみに今気づいたけど、これ逆再4にも流れてたやつだね、この BGM。 証拠あるのか。どうせないだろう、そんなものは。はっはっはっは。第三者がいたという証言ならあります。ここで夢見さんか。ここで夢見さんの証言が使えるわけですね。なんかしょんぼりしてる。やはり自分は中途半端な正義だったのかな。いじけ始めちゃいましたよ。そう思うならもう下がってくれませんか、もう。なんかね、認めて、素直に認めて。それで弁護人、第三者が見たという証言があったのですか。はい、被告人の娘である天馬ゆめみさん、見てるんですよ、天馬太郎。彼女は現場を発見した後、廊下で妖怪を目撃したのです。これはひょっとしたらあの人なのかもしれないな。あの犯人である、あの人物、まさにその妖怪、天馬太郎こそが妖怪の痕跡を残したのです。どうですか。あれ変な感じになってるな。あれ妖怪が犯人だと。あなた一体何を言ってるんですか。だから違うよ、着ぐるみを着たやつだよ、着ぐるみを着たやつ。君はあれかね、法廷というものを、正義を舐めているのかい。裁判長よ、こいつは疲れてるようだ。大抵させて。いやいや、待て。お。先輩、早くちゃんと説明しないと法廷侮辱罪にされますよ。今しようと思ってたんだよ。大抵処分にするかどうかは、俺の話を聞いてからで。よろしい、それでは、説明してください。あなたの言う妖怪とは何なのか。だからその、最初に驚きさんが行った時にいた、着ぐるみ着たやつですよね。多分ね。ここに証言書があります。彼女が天馬太郎を見たという証言です。彼女は現場を発見し、警察を呼んだ後、まあ、夢見さんしか見てないっていうのがな。しかも、まあ、容疑者の娘さんだし、ちょっとなんかかばってるんじゃないかっていうふうに思われちゃいそうだけど、この辺り、廊下の曲がり角で、天馬太郎の格好をした人物を目撃しているのですよ。弁護側はこの妖怪の姿をした人物こそが、妖怪の痕跡を残したと主張します。これさ、思ったんだけど、足跡、残ってさすがに消したか。まあ、妖怪の痕跡残した後、自分のその足についてる、でもあれ別に足じゃねえもんな。まあ、いや、すいません、なんでもないです。なんかね、廊下に足跡残ってんじゃねえかなと思ったけど、そんなさすがにバカなことしないよね。バカな、そんなやつがいたなんて聞いてないぞ。なんだ、弁護士、第三者がいたことを証明してもらった。まさか市長が犯人じゃないの。冤罪だった。検事が囚人だし。そうだよね、流れが傾いてきましたよ、こっちに。先輩、法廷の空気が、このまま一気に巻き返すんだ。冷静な奴がいた。へ、おめえ様気づいていねえようだな。てめえの刀が折れちまってることによ。刀が折れてる？つまり俺の主張に矛盾があるってことですかね。いいか、その妖怪野郎がロビーの方に逃げたならよ、ああ見てるんじゃないかって、熊兵衛さんとか、あと秘書がロビーを見張ってた管理人のタヌキが見たはずだよな。熊です、熊。タヌキではないです。あ、そういえば、でもさ、ちょっと一個気づいたんですけど、そうそう、いたって言うけど、
確か犯行の時刻がさっきもらったけど3時20分頃だよね。死亡推定時刻、まあ、犯行のあった時間がだいたいそんぐらいで、その時なんか丸ついてるんすよ。これ見てたんじゃないんですか？3時からやってるやつ。これを、このプロレスの番組を熊部さんが見てたとしたら、気づかなかったんじゃないのかな。だから奴らは、妖怪を見てなんて一言も言ってねえぜ。妖怪なんてな、小娘が見た幻覚だったんじゃねえのかい。なんであの二人は天馬太郎を見ていないんだ。美容院さんはわかんないけど、美容院さんは、まあね、もっと別の場所にいたのかもしれない。直接聞いてみたらいいんじゃないですかね。天馬太郎自身が美容院さんだった可能性も、まあ否めないですしね。まあ、それも、そうだな。熊部さんに関しては多分テレビ見てたと思うんだよな。弁護側は熊部さんの証言を要求します。あ、なんかね、証言の練習もしてたみたいですし、まあ呼んであげましょう、ここに。人何か目撃して何か変なこと言うはずなんで、嘘800並べると思うんでね。確かに娘さんの見た妖怪の存在は無視できません。伊上健治、証言させてもよろしいですかね。熊兵衛さんは控室でいびきを立てて寝ていましたが、へえ、やつは珍しいタヌキだと思い捕獲してきたんだが。なんだい、証人だったのかい。まあ煮るなり焼くなり好きですな。危なかったな熊兵衛さん、俺たちが助け出したよ。あのままね、放っといたらなんかそれこそタヌキとしてね、やられてたかもしれないから。では係官、銭洗い熊部、あ、そんな名前だったんだ。叩き起こしてくださいよ。証人、名前と職業をお願いします。オラは、銭洗い熊部、キュービア式の管理人だ。お、そうだ、裁判長さん、俺はつまらねえもんだが、またクズ盗んだろ。これは、随分と立派な靴のようですが、またバンさん盗まれたろ、これ。あ、あの靴って、確か、バン刑事のものですよね。また吸ってきたのか。それ、裁判長さんにやるよ。え、こんな高そうなものを？俺には高級すぎてよ。きっと裁判長さんなら似合うぜ、へへ。なるほど、媚び、へつらってる感じなんだな。これからの印象を上げるために。しかし、立場的に受け取るわけにはいきませんな。そうかい。綺麗に磨いたんだがな。靴のことは残念ですが、証言をお願いします。バンさん大丈夫か？今、裸足で歩き回ってるんじゃないかな。事件前後、ロビーで天馬太郎を見たかどうかについて。